日本北海道札幌市南区マコマ内、コマオカコマオカは札幌市南区の一部を指す名称。精進川沿いの丘陵地帯で行政町名ではマコマ内に属するが北部には隅川に含まれる場所もある。地区の大半は山林が占めておりゴルフ場が点在している。かつてはマコマ内市地区場の放牧地だった。1945年日本の廃線に伴い、 アメリカ軍の演習場として接収される。その後、日本国外から引き上げてきた人々がアメリカ軍と接触を行い、緊急開拓地としての認可を得た。1947年、マコマ内開拓団が入植を開始する。彼らは何の資産も持たなかったが、生誕、落農、畑作に従事し、農業共同組合を設立して、 小人川の水力による自家発電を完成させるに至った。1949年に小学校が新設される時、高知がまこまないと西岡の境界近くであったことから、両地区より一時ずつをとって、駒岡小学校と命名した。これを契機に一体を指す名称も駒岡となる。1950年に朝鮮戦争が勃発すると、その余波で、 アメリカ軍の実弾演習が激しさを増したため、一部の入植者は栽培収されて離農し、駒岡小学校は小人川沿いに移された。1954年、アメリカ軍から基地用地が返還される。1964年には駒岡団地が造成され、宅地化が進んだ。ありがとうございます。